こんにちは、くるみです。今日はモデルの仕事の裏側をちょっと暴露しようかなと思います。モデルってなんか結構華やかな世界だと思うんですけど、実際はどうなんですか、やってて。仕事はまあ華やかです。やっぱりそういう見られる立場なので、綺麗にいなきゃいけなかったりとか、自分に気を使うこととかもたくさんあるので、ストイックですね。結構まあその食生活、自分でやっぱ食欲抑えたりもしなくちゃいけないし、運動してこう体のラインきれいにしなきゃとか、美容室行ったりエステ行ったりジム行ったりみたいな、すごいみんな忙しいので、トレーニングの仕方とかでも毎日通ってる人とかもいるので、エステとかはまだ行かないくて、トレーニングは週3とかで行ってるんですけど、でもグラビアもやってて、でグラビアやるときはもう本当に行けるだけ行く。だからもう週7回行けるんだったら週7回行くし、ガンガン詰め込みます。朝がまず早いです。4時集合とか5時集合とかが普通にあるので、あとはやっぱり夏に冬物着て、冬に夏物着たりとかするので、そういう温度問題ももちろん大変ですし、モデルの現場ってスタッフさんがすごいケアしてくれてて、大丈夫、熱くない、なんか飲むとか、すぐこう扇風機みたいなの当ててくれてたりとか、モデルの人はまだそこがちょっと楽かなとは思います。すいません、ケアだからいいよ、全然ありがとうございます。助かったです。私夏の京都の盆地、完全にこうなんかすごい暑いお寺で和装の仕事をしたんですけど、着物、振り袖とか着物とかを着る仕事があって、一日中外で冷たいグッズとかもなく、しかもずっと着物なんか立ちっぱなしで、その時が大変でした。当日はどれぐらいバリエーション持ってますか？モデルさんマネージャーさんになんかそうやって言われて面白い言われての方がやりやすい人もいれば、私言われると逆にできなくなっちゃって、何かしなきゃいけないって思うと、それ以外のことしちゃいけないって思っちゃって動けなくなっちゃうので、私は何も言わないでほしいっていうタイプです。雰囲気だけ伝えてほしい。会いたい人にたくさん会えます。大きい現場とかに入ると、やっぱりこう同じ共演してる方たちが、すごい昔から好きだったモデルさんとかアーティストさんとかがいるので、そういうとこで会えるのはめちゃくちゃラッキーだなと思います。でもやっぱその反面、こうすごい好きだった人とかが意外にもこうちょっときつめな感じだとなんかちょっとなんかあってなって、あそこは見たくなかったなとも思います。その人が売れる前ぐらいにこうかぶって、その時はこうフランクに話してくれてて、有名になってって、その後にコレクションの裏で「じゃあお久しぶり」みたいなの言ったら、なんか「誰だっけ?」みたいなことがあって、その前普通に喋ってて、急に「誰だっけ?」ってないと、なんか悲しいなと思って、まあでもかと思って。あと別のパターンは、普通にやっぱスタッフさんとかと喋ってるのとか見ちゃったりとかすると、はい、あれ持ってきてとか。あ、やっぱあるんですね、そういう。めちゃくちゃあります。なんかドラマだけの話だった。いや、全然あります。今日もくるみさんにでもあれ水持ってきてって言われましたね。ねえ、やめてください、やめてください、水持ってきてそういうのが結構あります。やっぱ見たくないなと思いますね、その瞬間に。でもまあモデルの仕事好きで楽しいんですよね。楽しいです。やっぱり毎日違うことできるので、私多分同じ仕事を毎日繰り返せないタイプの人間なので、こう違う服着れたりとか、違う雰囲気になれたりとかするのはちょっと楽しいなと思います。モデル大好き、ちょっと好きぐらいちょっと好きはい、まあ、モデルの仕事もすごいざっくりなんですけど、こんな感じです。また機会があったらもうちょっとなんかいろんなこと話せたらなと思います。じゃあ今日はこんな感じです。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。